よろしくお願いします。相手は三間飛車で来ましたね。やはり振り飛車党の方に袖飛車を指すと三間飛車にしてくることが多いですね。とりあえずエルモに組んでいきましょう。まあ、もちろんね、エルモじゃなくない囲いも考えられると思いますが、さて7五歩と仕掛けれるかどうかですね。7五歩同歩同銀とした時に、うん、4六歩の形はどうなんですかね。5六ついてないので仕掛けれるかどうかがわからないですね。まあでもちょっと行ってみますか。持ち時間も短い将棋なので。まあ同銀としたときに、今回は多分同銀と取る一手ですね。5六歩がついてあれば、5五歩、あ、7五歩同歩同銀としたときに5五歩と止める手も考えられるんですけれども、今回の場合、同銀と取る一手になりそうですね。で、同銀、8八角成、同飛車、7五飛と、まあ、お決まりの仕掛けですかね。まあ、同飛車としたときに、相手はどのように、おぉ、同銀の一手だと思ってました。これはどうするんですかね。どうするんですかね、これは。ちょっとわかんないな。わかんない手が来ましたね。いやー。とりあえず角取るんですか？わかんない。なんか、有利が取れそうな気がしますね。いや、気がするだけなんですけどね。なんか、候補手にあんまり、6五銀までできた覚えはないので。ちょっと、角打って。7七角打ち返すことはないのか。そうですか。どうしましょうね。いやー、わかんないですね、これは。ちょっと銀が下がると、まあ、同銀の、とするんでしょうけど、その時に、まあ、同歩、7七歩と進行するんじゃ、ちょっと、弱いですか？とは言っても、飛車成りはさすがに、取るんですかね。やっぱ取る一手ですかね。もう少しうまくやる方法はあったんですかね。まあ、7七歩の一手ですね、これは。まあ、もう少しうまくやる手があったかもしれませんね。いやどうしましょうね。桂馬跳ねるか金上がるか。なんなら、4五銀みたいな手は意外と嫌だったりはするんですかね。わかんないですね。
剣跳ね。剣跳ねか。6三角打ちっていう手にはもう剣を跳ねていく手しか考えてないですね。あんま良くないかな。まあ桂馬が、なりますか。不ならずも考えたんですけど、まあ同金、そうか、同桂、77桂とされたときに両取り食らう形になってしまうな。ちょっと、これはまずいな。あ、どうしましょうね、これ。いやー、そうか。いやー、ちょっと良くないですね、これは。いやおそらく1八歩と受けるんでしょうけど、そこでどうするか。なんだろう、その手は。いやー、わかんない。5三銀打ち、馬引いて、馬引くと、角打ち、馬引きですかね。6二角打ちはちょっと、4一銀が嫌だったって感じですね。ちょっと分かんなかったな、だから。いやー、違うなー。さすがに違うなー。これは弱い。これは弱いな。1八歩とされた時に何もなくなるな。ちょっと、ひどいですか。
いやー、ちょっと違うな、今のは。動画の一手に。あー、強気ですね。ちょっと歩がなっておきたい気はしますね。ちょっとわかんない。一回一二歩叩こう。いやー、わかんないな。ちょっとわかんないな、本当に。いやー、良くなかったですかね。いやー、次に、ちょっと厳しい手が。あれ、ちょっと、やっぱ、5一銀とかの方が早い気がしますね、相手の。5一銀とか、5二金なり、なんかそこら辺が厳しい気がしますね。一回受けに回らないと。いやー、これ素通しにしておくと、なんか33に打ち込んで同桂と取らせてっていう展開がちょっと嫌でしたね。これ同桂と取って行った方がいいかもしれないですね、これは。いやー、同香と取るか。同桂、同桂なり同香。ちょっとよくなかったなー、取るのは。いやー、ちょっとよくなかったですねー。今のは、一人歩やっぱ取っちゃダメでしたね。いやー、ここで香を取るのはおかしいですね。さすがにおかしいですね。ここで角がなってしまうと、2二に打たれてしまうので、いや、これは最速ですね、ちょっと。良くないかもしれないですけど。これはもう、22金から清算してきてほしいっていう感じです。
これも今日は合わせますか、多分。いやいやー、桂馬同歩成同香、1二銀打ち、いやー、1二銀打ちに2四桂で勝負ですね。2四桂で次に3六桂等を 見ながらなんかうまくやるんですかね。いやあ、これは負けですね。そうか。いやー、1、2銀が受かるかなと思ってたんですけど、これ5、2と、竜が、走ると。あ、5、1竜と取られて負けですかね。いやー、ちょっと負けました。いや、今のは負けですね。銀を打たれた時点で負けですね。いやー、おそらくまあ、はい。1、2歩と取った手もだいぶ悪手だ。1、2歩を取った手も悪手だと思います。攻めが加速してしまったので、この1、2歩を取ってはいけなかったと思います。いや、1、2歩取れん、1、2歩取っちゃいけないっていうことは、いやー、わかんないですね。ちょっと、検討しましょう。いやー、1、2歩打ちには、1、8歩と、と金が入って勝負でしたか。はい、ということで、検討の方をやっていきたいと思います。いやあ、やばいやばい、ちょっと行き過ぎだ。ちょっと仕掛けは無理でしたかね。桂馬跳ねる。
が上がる。ああ、不切れだから。はあ、そういう桂馬を取らせての攻めがあるんですか。こういった攻めを覚えておきたいですね。こんな攻めがあるんですね。ちょっと複雑ですね。何ですかこれは。はあ。僕ながら割と こんな感じに攻めれるんだったらいい気がする。まあとは言っても互角ですか。いやーこれは勝ちたいですね。ああ角打ちはダメなのか。銀引きに同銀に。あれ？あ、そうですよね。なりますよね。あれ何やってんだろう。あれ？なんでこれが思いついてないんだろう。あれ？いや、ちょっと待って。いや、角打ち返して。いや、そうじゃん。あれ？なんでこれが見えてないんだろう。やばいなぁ。あ、そうですね。いや、それはそうですね。同銀と取る一手ですよね、これ。あー、なんで飛車成り。いや、飛車成りとかはいつかあると思ってたんですけど。あー、角打っちゃったから飛車成りが消えちゃったのか。なるほど。ん、なんか、いや、ひどいですね。あー。ちょっと悔やまれるな。取ると。取ると。すごいな。なるほど、なんか、あ気分よく攻めれてますね。なるほど、こういう展開があるのか。じゃあ、三五歩しなくて良さそうですね。やっぱ、端攻めもうまく決まれば。いいですね。なるほど。いやー、というか、ひどかったですね。ちょっと4五銀と出られる手に、ちょっと、さすがに、銀引きが、銀、角打っちゃってるのはひどいですね、さすがに。いや、これで悪くしましたよね。ちょっと、なんかやっぱ反省してもしょうがないか。ここら辺は。あ、やばい。ちょっと戻しに行った。いやー、まあ、そうか。
まあ、負けてたますよね。負けてますよね。そうですよね。うん。これが取れないようじゃもう、でもそうですよね。勝負も何もなかったですね。そうですね。もうこの時点でちょっともう、かなり厳しかったですね。いや、さすがに6号銀は咎めれるっていうか、なんか、いや、銀引いて飛車成りが、いや、見えてないとかの問題じゃないですね。さすがにそれは刺さないとまずいですね。ちょっとひどい将棋でした。はい。うん。はい。という感じで。4六歩にもなんか攻めれるんじゃないでしょうか。やっぱり攻めて良さそうですね。で6五銀には角が成って同飛車に銀引いて同銀とした時に一回飛車成ってこれ当たるんで、まあ飛車逃げてくれたら銀を回収すればいいし、角打ちにも、角打ち返して同角成り、同桂としたときに、角打ち返しはもう、角の成りがないので、銀を回収して、一局、竜が作れた状態で、銀が回収できているので、こちらがもう1000点ぐらい良くなりますね。うん。ということで、角打ち返し、まあ、そうですね。本譜はちょっと、それができてないのは、ちょっと、反省とかの問題じゃないですね。まあ、気をつけたいですね、でも。で、まあ、普通は銀交換してきますが、そこで桂馬を跳ねる。で、まあ、角打ちに角打ち返して、同角成り、同桂としたときに、まあ、銀打ちは自然ですか。飛車引いてしまうと角打ちですか。あんま良くない。そうですね、7五銀とかでいじめられないんですかね。角打ちが自然な気がしますけど、相手が歩切れなのでこれは受けざるを得ないですか。取ってると走ってしまったり、場合によっては飛車で行った方がいいですか。取ってしまうとやっぱやばいですか。なんかそうですね、これ香で行くと桂馬跳ねちゃうとやっぱまずいか。次に歩を狙う。なんか割とかんいい感じに攻めれそうですね。やっぱ5六歩ついてくれた方が、攻めこちらの方が攻めやすいですけど、4六歩の場合でも7五歩やったり、まあ先手番だったら3五歩は仕掛けれそうですね。まあ端攻めとかを絡めていけば、良くなりそうですね。はい、今回の将棋はちょっと良かったですね。こんなところで終わりたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。